僕は知ってるんです。パパ上たちが王国から追われる滞在人だということを。そして今夜クーデターを起こすためリオネス王国へ集まったことも。ヘンディさんやハウザーさんにも裏は取りました。もう言い逃れはできませんよ。そうかそうか、まさか全てお見通しとはな。だが知られちまった以上生かしておくわけにはいかねえな。やっぱり真実だった。パパ上は本当に大悪党だったんだ。まさか本当のこと何も教えてないの？だってその方が面白いじゃんか。ああ、くそ。俺もやりゃよかった。